リアテクニックの応酬。おお、そしてうわあ、そしてサブセットフリップ、決めていったカウントライン。おっと、足をすくったレックシャーズ。さあ、シングは走る。いや、もうバックを取った。トーン、シングをドロップかけ。さあ、トーン、これは果敢なトライ。トーン、いやー、そして今度はトーン、ワンサット決まったか。うわ、さあ、こいこいこい。トーン、そしてい、行くぞー、ショーキャプチャー。さあ、叫んだショーキャプチャー。まあ、しかしこれはシンゴー。うわー、いいいいいい、あー、パワードラスティック、おースリングリーダー。シンゴー切り返す、スティックボーイ。うわ、カウントが入る。ラマジストのカウントに乗っていく。10分経過。さあ、ノライのキック。おー、しかしブルーから押されて、シングは切り返す。マルメコイ合戦。さあ、どっちが勝つんだ。シングですね、シングですね。カウントに乗っていく。さあ、おそしてやっとマルメコイ。勝者日向一斗。決まったか。
私も2ヶ月ぐらい歩いてなかったんですけど、今日は皆さんの顔を見ると歩けるようになりました。これもっと頑張ります。正式に病状が分かるのは今月末です。その時絶対に完璧してみせますので、皆さん温かい思いをお願いします。ダブルメイント1、6人タッグマッチ、チームリーダー藤波達美、そして船木正勝、最初にお互い先発を買って出たレジェンド対決。ロングスタイルクラス7年ぶりの登場を迎えた君。さあ、手に投げ、さあ、日本の海の道場でお互い鍛え上げた技術を持ち合わせています、この両者。さあ、指定対決、ここはクリーンブレイク。ヘッドシザーズ、ツボ技、この1回、ゆっくり、さあ、お互い確かめ合うようなマットワーク。
さあ、クラッチが腕を取る向きを返せず、この下から返していく。さあ、足関節か。さあ、レッグクロックに行くところ、クラッチはスリーパーで対応。まさにストロングスタイルのお手本のような流れ。さあ、足攻め。さあ、クラッチは腕を狙う。さあ、水に耐える。さあ、そしてニューヨークの切り替えで、さあ、クラッチが黄色く応答して、さあ、返し方は知っている。水に立つ。ついてくれたけど、もう本当に差があるし、今とこの統一会格闘会でね、ある程度もう本当に実績持ってるんだから、まあ自分自身いい、なんか今ここにいてね、なんか戦うなんかそういうものなんかよりおかしくないかなって期待します。まあそれと、うん、将来対応マスクはね、やっぱりどっかにいるでしょう。まあそういう年代の僕はまあ知ってる、まあそういう部分では分かってるからね、やっぱり変なことはできない、変な動きはできないっていうことで、ちょっと地に足がつかない部分もありますけどね、精一杯あのスーパーテンションで、はい、ちょっとそれで動きで動いてます。やっぱ宇佐美選手と船木選手とスタートのあのレスリングはすごい重みがあって、これ見てても、ね、はい、勉強になったというか、やっぱりプロレスの基礎というしっかりしたストロングスタイルの元になるレスリングがあそこにすごい凝縮されたなっていうのは、俺見ててすごい感じました。若いっていうのはいいね、若い、宝がね、今これね、年代だってなんか色はなんだけど、うん、もうあと10年、5年、もうちょっとな、元にこう戻ったら、もうちょっと動けたかなっていう感じ。精一杯です、精一杯です。またお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ただいまより本日のメインイベントその2、タッグマッチ60分一本勝負を行います。
168cm、67kg。さあ、165cm、65kg。168cm、54kg。ブナギーサヤカー身長体重不明。タリアークイーン始まっております。先発はタイガーキング、そして青コーナーサイドは高橋七重。さあ虎の女王タイガークイーン、そして一本マット界を席巻しているうなぎさやかの豪華タッグ。さあここは心理戦か。さあ力が入るとがっぷり四つ。さあ押す力、そしてブリッジの場面。ここは高橋さんのパワー、もう少しタイガークイーンが身軽な動きでかわしていく。あ、しかしこれはかわした。かわさあこの微妙な関係、微妙な空気。かわさあ返しまして、青コーナー、これがクイーン。Yeah!
高橋をパッションで返していく。そしてさあ、タイガースープレス決まるか。これは高橋さん、しかしタイガーが、いや、これはウナギがタッチをしていました。試合の権利はウナギ。カウント2、ウサガトラクロー、ラストシーン、バックドロップ強烈持ち上げた。カウントが入る。カウント一気に持ち上げ、もう少し、一瞬の切り返し。フロントのネックロックかスリッパーか、これはウナギさんか。さあ、一声あげて、さあバックの取り合い、トーン、タイガーが待っていた。カウントが入る。カウントツー、ウナギも吠える。渾身のビッグムーズ。さあ両チーム同時にタッチ、トーン。さあビッグムーズをかわして、さあ読み合い、トーン、トーン、ラリアット体ごと、最後抑え込む。カウント、ラスカシー、カレーの抜き、トーン、ダブルのコードブレーカー。さあ、この両者微妙な空気、しかし目指すは勝利、この1点は変わりなし。さあ、花道場の攻防も気になるが、トーン、スピア突き下がった、カロウジで2。さあタイガーがこのブリッジ、トーン、回し蹴り、残念、クリーンヒットしたが、高橋奈々のカットが間一髪。そして、今度こそか、またうなぎさやかより本当に性格が悪い。